鈴木貞都氏8月12日から2009年10月24日は、日本の警察官僚、政治家、自由民主党参議院議員、君党は、君二党局実、重光明。なお、名前が似ている元陸軍中将、企画院総裁の鈴木定一との結縁はない。山形県佐賀江市生まれ、山形県立佐賀江中学校などを経て、 東京大学法学部政治学科卒業。1948年国家地方警察に入る。淡路島、東京都一線所長を二度経験。その後、警察庁刑務局人事課長、警視庁刑事部長、警察庁長官官房長、警察庁刑事局長、警察庁警備局長、警察庁,警警察庁,刑,務警察庁刑務局長、警察庁次長を歴任した。 1984年、旧内務省解体後に採用された、警察幹部第一期生で、初の戦後派として、第11代警察庁長官に就任。1986年、第14回参議院議員通常選挙、山形県選挙区で当選。参議院選挙制度に関する特別委員長を務める。翌年5月、田中派に入会した。百九十二年、 第16回参議院議員通常選挙で再選。1995年農林水産委員長に就任。1998年の参院選に出馬せず、政界を引退した。同年く二に当局実、重光明受賞。肺炎のため、2009年10月24日、横浜市西区の病院で死去した。ありがとうございます。